クドナルドから新商品が、ね、ちょっと発売されたということで、それの食レポをねやっていきたいなと思いますということで、今日はですね、じゃらん、マクドナルドですね、今日発売された商品はですね、こちらです。まず一つ目、アップルカスタードパイピカチュウとマックシェイクピカチュウのオート味ということでね、今からこれ新発売食べていきたいと思います。こちらですよ、本当にマクドナルドの、そうですね、すげえ。これね、ピカチュウのアップルカスタードパイとピカチュウのマックシェイクオート味ということでね、早速食べていきたいなと思います。それではいただきます。めっちゃうまそう。そうだね、いただきます。美味しいね、これカスタードの中に、おそらくね、リンゴのなんかジャムというかゼリー状のやつが入ってて、めちゃくちゃ美味しいです、これ。うん、ねー。ではね、今からこのポケモンのピカチュウのオートシェイク食べていきたいなと思います。いただきます。めっちゃうまそう、めっちゃうまそう。うん、うん、うまい。なんか桃の味がする。桃味のマックシェイク最高っすね、これ。うまいわ。もうちょっと食べさせていただきます。こんな感じですよ。うん、うん、うまっ。おいしいですよね、これ。あー、めっちゃうまい。ぜひね、皆さん一度ね、あの、食べてみてください。おすすめです。じゃあ早速他の商品もね、紹介していきます。他はね、これ江口ですね、あの、ハンバーガー江口、これもうまいんですよ。チーズ、チーズプリンですけど、チーズと卵が入ってるっていう感じのやつでね、ちょっといただきます。うまい、うまい。うん、いただきます。うん、うまい。うめえ。こんな感じですね、これ。ちなみにこれ200円で、パンの間に卵とハンバーガーとチーズとピクルスが乗ってるっていう感じでね、非常に美味しいですよ、これ。うん、で次がね、こちらフライドポテト S サイズということでね、これ100円なんですよ。めちゃくちゃ美味しいです。うん、うまい。いや、フライドポテト美味しいですよね、これ。なんかね、塩が効いててめちゃくちゃ美味しいっていう感じです。ぜひ皆さん一度フライドポテト食べてみてください。おすすめです。そして最後がね、こちらチーズバーガー150円ということでね、いや、僕チーズバーガーめっちゃ好きなんですよね、これ。普通にパンの間にね、これハンバーグと、まあ、チーズが挟まってるっていうか、玉ねぎが挟まってるんですけど、シンプルイズベストというかね、最高じゃないですか、これ。うん、うん、うまっ。おいしいな。ね、ちなみに皆さんはどんなハンバーガー好きですか？なんかいっぱいあるじゃないですか、今種類。なんかね、皆さんのおすすめのハンバーガーとか、そのチキンナゲットとか、いろいろあればね、コメントしていただけると、あの、その時見るので、よろしくお願いします。見ております。いや、美味しかった。ごちそうさまでした。ということで皆さん、おすすめのね、マクドナルドの商品があれば、ぜひ、あの、動画下のコメント欄にね、書いてください。すべて見ております。ということでね、今後もいろいろ動画作っていきますので、皆さん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では、じゃあね。